コーラート第一イーサーン地方、コーラート第一は東南アジアタイのイーサーン地方にある第一。イーサーンという言葉とコーラート第一という言葉は基本的に同じ地域を示すが、イーサーンは地方名としてコーラート第一は地形的名称として使われる。なお、コーラートはナコンラーチャシーマー県の県庁所在地の属称である。バンコク側からコーラート第一に侵入するときは、 普通、まずナコンラーチャシーマーに向かう。バンコクからナコンラーチャシーマーに至るまでの道のりが、坂道になっているが、ナコンラーチャシーマーに入った途端平地に変わり、あたかも、ナコンラーチャシーマーの平地であるかのように見えることから、この名称が生まれた。コーラーと第一の平均高度は200メートルで、15万5000平方キロメートルの面積を有する。第一は、 ソーサー状になっているが、やや傾いており、メコン川に流れ込むムーン側とチーガーに削られ、バンコク側というよりも、むしろやや、ラオス側に向かって開いている。大地の西側には、ペッチャブーン山脈が広がっており、これがコーラート大地と、大中部、北部を分け隔てている。コーラート大地の北側及び東側は、メコン川が流れていて、これが、 大地の境界線となっている。大地南側には、カンボジアとの国境線でもある、ダンレック山地があり、これが、大地南部の境界線を成している。モンスーンが西南部から来るのに対し、コーラーと大地の東側と南側には、山地があるため、コーラーと大地はモンスーンから遮断され、降雨量が少なくなっている。例を挙げれば、 タイ中部の年間平均降水量が1500ミ、mm、リメートルで、ある一方で、大地の南西部に位置するナコーンラーチャシーマーケンでは、年間平均降水量が1150ミ、mm、リメートルとなっている。さらに、コーラーと大地は、タイの他の地域に比べ、水はけの悪い土壌でできているため、洪水と干ばつを繰り返しやすい性質を帯びている。これは近年開発が進められ、農業技術が整うまで、 コーラーと大地に大きな影響を与え続け、イーサーンを貧困地域にしてきた要因である。ありがとうございます。